地図を見るに普段の診療所はこの辺りのはず。この長屋でしょうか。けれどそれらしき看板はどこにも見当たりません。まあいいでしょう、声をかけてみればわかるはず。ごめんください。どうしました。奥から煙が。ちょっとまだら八幕。もうお客さんは怖くないって言ったのにまた消えちゃった。その声は鈴懸ですか。あれ、お客さんって左京さん。わあ、久しぶりだね。ええ、本当に。ああ、ごめん、今障子を開けるから。もう少ししたら煙も外に逃げるよ。その間にお茶入れてくるね。ありがとうございます。この鼓動の響き騒ぎ答えが